電子レンジマンの動画。どうも、電子レンジマンです。先日の動画で、メイン回線を IIJミオにしようかな、みたいな話をしました。あの後結局、Galaxy S23 Ultra に IIJミオのタイプ B の SIM を入れて使ってみてました。感想としては、昼以外は OK。 言い換えると、昼だけはだいぶ厳しいですね。格安 SIM の限界ですかね。具体的にどんなところがダメだったんですか？なんといってもね、ウェブサイトの読み込みの遅さですよ。正確には、文字データくらいなら許容範囲内のスピードで読み込んでくれます。しかし20年くらい前のインターネットならともかく、現代だと画像多いんですよね。1枚でも画像があると、もう地獄のように表示が遅くなります。数値的には下り 1Mbps 台くらい出てて、昔の格安 SIM の昼よりはマシに見えるんですけども、使用感としては、昼だけはどうしても厳しいですね。デュアル SIM 運用で、昼のどうしても遅い時だけポゴ 2.0 使うとかならありかも。それなら、ギガ活で貯めたプロモコードを有効活用できるのも良いですね。そしてずっとドコモ回線を使っててなんとなく感じてきたんですが、確かになんかたまにかけ止まり、みたいな不審な挙動を起こるかもですね、これ。前回全然問題ないみたいな話をしてたような。ということでですね、ふとアマゾン覗いたら IIJミオのエントリーパッケージが80円だったので買ってきました。これは、初期費用3300円なしで契約できるやつですね。ただし、SIM カード発行手数料はかかります。で、今回 eSIM の音声通話 SIM を契約してみようかなと。au 回線なのでおそらくかけ止まり的なことは起こらないし、単純に IIJミオの音声回線の eSIM 使ったことなかったので試してみたいなって、今使ってるドコモ回線の SIM は解約して乗り換える感じですね。電子レンジマンの動画。簡単に契約手順についてまとめますと、公式サイトからの申し込み時に、事前支払いした、を選択、SIM カードなしを選んでエントリーコードを入れれば初期費用3300円を不要にできます。ただし SIM カード発行手数料は発生。今回はタイプ A の eSIM なので税込みで220円ですね。eSIM 契約時は、スマホから本人確認書類の撮影と本人確認の撮影がありました。14時39分に申し込み完了で、本人確認を終えたら、14時52分には確認完了になりまして、すぐ開通可能になりましたね。で、アクティベーションコードというのが発行されたので、これをスマホの eSIM 追加画面に入れれば OK。QR コードも使えるんだけどスマホ単体で作業するならコード使うことになります。Galaxy なら、設定アプリの SIM マネージャーで eSIM を追加を選択。さっき発行されたコードを入れます。サクッと追加完了。で、設定終わったところで Galaxy S23 Ultra の仕様の問題に気づいてしまいました。何があった？ iPhone と違って、こいつ eSIM 2枚での運用できないじゃん。iPhone なら13シリーズ以降であれば、eSIM 2枚でのデュアル SIM 運用が可能です。Galaxy S23 Ultra は、無理でしたね。私実は先日持て余してる au 回線を、UQ モバイルの Q プラン S に乗り換えたんですよ。ブラックリスト入りの危険があるので、良い子は真似しないでね。こいつを半年くらい非常用で使いつつ、メインを IIJミオにしようと思ったのにな。まあ、片方の eSIM をオフにすることで切り替えはできるんですけどね。私どうせ誰からも電話かかってこないから、数十分とかメイン回線の電話番号を使えなくてもまず支障ないし。それもそうですね。とりあえず教訓としては、eSIM 2枚のデュアル SIM 運用をしたいときは、手持ちのスマホで対応してるかしっかり調べましょう。で、とにかく IIJミオのタイプ A を使い始めたんですよ。eSIM の。タイプ B。つまりドコモ回線と比べて、au 回線のタイプ A はどうですか？使用感の傾向は、タイプ B とタイプ A で全然変わらないですね。かけ止まり的な挙動はなくなりましたが、やっぱり昼の速度の遅さはなかなかです。昨日ラーメン屋に行って待ち時間にスマホいじってましたが、全然サイトが読み込まれない。女神デバイスの新製品がいきなり発表されたんですけど、画像が開けない。私はそもそもフリーランスなので、
あんまりスマホを昼に使いません。その上でたまにある昼の使用がストレスなので、一般の人にはこれはかなり耐え難いんじゃないかと。昼にスマホを使わないライフスタイルならいいですけどね。昼以外はあんまり普通のキャリアと変わらないんですかね。基本下り30から 40Mbps くらいは出てますね。昼だけはどうしても下り 1Mbps 前後まで速度が下がりますが、というわけでメイン回線として使おうと思ってた IIJ ミオですが、どうすっかな。これぶっちゃけメイン回線として使うのは厳しいかな。こいつとりあえず先日契約した UQ を半年くらいメインで使おうかな。でサブ回線として IIJ ミオを使うくらいが良いかもと気になって調べたんですが、IIJ ミオ光のセット割はデータの eSIM でも適用されるらしい。 IIJ ミオ光のセット割では月額660円引きになるので、ドコモ回線のデータ eSIM 5GB と同額。これを契約しつつ手持ちの他のプランは解約して追加料金なしで IIJ ミオを維持するのが良いかな。で IIJ ミオ光契約から2年くらい経ったら SIM 解約しつつ光回線は他社に乗り換えるみたいな。さっき言ってたけど eSIM 2枚をメインスマホの Galaxy S23 Ultra で使えないのはあれですけどもね。まあね。電子レンジマンの動画。改めて手持ちの回線について整理しますと、まずメイン回線として半年以上使ってたのがポボ 2.0。 au から番号移行して7ヶ月無料のオプション込みで月 5GB 使えるのが UQ モバイル。 iPhone 14 とセットで契約させられた OCN モバイル1の550円 500MB プラン。実質無料で夏まで使える LINE もミニプランは月額990円。あと楽天ハンド1円で買うために契約した楽天モバイル 3GB 1078円。そして IIJ ミオ。今月でタイプ B はとりあえず解約。追加したタイプ A にする予定でしたが、結局両方来月あたりに解約しつつベータ eSIM 5GB になることに。ということで、夏時点では UQ とポボ 2.0。IIJ ミオのデータ eSIM、そして OCN モバイル1が残りそうかな。 LINE もと、楽天モバイルは解約ですかね。 LINE もは無料期間終わったら終了。楽天モバイルは通信がやや物足りないのでもういいかな。無料通話用 SIM としても、OCN モバイル1の10分無料通話ありますし、手持ちスマホとの組み合わせはポボ 2.0 と UQ を Galaxy S23 Ultra に投入。Galaxy Z Fold 4 あたりに IIJ ミオの eSIM、iPhone 14 に OCN モバイル1みたいな感じかな。で、半年くらい経って秋に UQ モバイルを解約したらポボ 2.0 メインに結局戻るかもですね。ギガカツ面倒くさいんじゃないの？秋半ばには買い溜めた食料も尽きるので、普通に買い物の機会自体が増えるし、プロモコード確保しやすくはなるかなと。あと普通に990円 3GB の課金してもいいしね。確かにね。そんなわけでグダグダ回線選びしてますが、とりあえず IIJ ミオはメイン回線運用無理だったねという話でした。今後もまた何か変化があったら動画で話していきたいと思います。皆さんはメイン回線どこ使ってますかね。おすすめの回線とかあれば参考にしたいのでコメントお願いします。チャンネル登録とかもよろしくな。そんなわけで、また次回。